ヤロブアム2世は、北イスラエル王国の第十三代の王で、イエフ・エフ王朝の第四代目の王である。北イスラエル王国の前世紀を築いた。名前の意味は、ミン・ワマスである。聖書中には、ヤロブアム2世という表現はなく、単にヤロブアム、または、ヨアシ書の子ヤロブアムと記されている。聖書の中では、列王記か十四章二十三節以下、 ホセア書一1章1節、アモツ書七7章10節等にて言及がある。知性は41年間でこれは北イスラエル王の中では最長になる。最初は父与アシュとの共同統治でイスラエル王国を交流させ、経済的には繁栄の絶頂であった。アラムとの戦いに勝って領土を回復し、アラムの首都ダマスコとその北浜手からアラバの海までイスラエルの領土を回復した。 それは、ソロモン時代の領土に匹敵する。しかし、ヤロブアム二世は、ヤロブアム一世の偶像礼拝の伝統をやめなかった。預言者ホセアとアモスはこの時代に現れて、ヤロブアムの道徳な腐敗を非難し、神の審判を預言した。即位年や在位年数から逆算すると、紀元前753年頃に死去。ヤロブアムのこのゼカリアが即位した。しかし、 わずか6ヶ月で、シャルムに暗殺され、イエフ王朝はイエフから5代で断絶した。ありがとうございます。